ポー側の水車小屋は、1949年制作、公開、アルベルト・ラットアーダ監督によるイタリアの映画である。本作は、1949年に、イタリアの映画会社ルックスフィルムが制作、ロンバルディア州マントバ県のサンベネデット・ポー、ローリゴ、クルタトーネといった、同県内各地で、ロケーション撮影を行って、完成、同社が配給して、同年9月28日に、 イタリア国内で公開された。リカルド・バッケリが1938年から1940年に執筆した同名小説を原作に、バッケリ自身がマリオ・ボンファンティーニ、ルイジ・コメンチーニ、アルベルト・ラッテアーダ、カルロ・ムッソ、セルジュ・ロマーノと共に本案し、フェデリコ・フェリーニとトゥリオ・ピネリが映画用に脚色した。本作の脚本を執筆したフェリーニは、本作公開の 翌1950年、トゥリオ・ピネリと共同で脚本を執筆した寄せの脚光を本作の監督であるアルベルト・ラッドアーダと共同で監督して映画監督としてデビューを果たすことになる。日本ではフランス公開と同年の1951年にイタリフィルムが輸入し、同年11月25日に同社が松竹洋画部と共同で配給して公開された。 日本でのビデオグラムは2020年9月にコスミック出版から発売されたイタリア映画コレクション越境者10枚組に収められた。ありがとうございます。